さん、こんにちは。武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。はい、日韓保護条約が結ばれまして、日本が保護する形でですね、朝鮮の近代化を進めていきます。で、朝鮮が近代化できるかどうかというのが一番重要なことです。これができなければもうとっととどっかの国の餌食になってしまうということです。まあ、周りを見回したら、まあ、中国の清という国ね、それからロシア、まあ、この2つでしょうね。はい、ですからとにかく、朝鮮にはちゃんと独立国になってほしい。それが日本の思いだったんですね。で、この時保護国のまんま、まあまあ、しっかりと近代化させて、ゆくゆく独立させていくのか、なんならいっそのことも併合してしまうのか、これ両方とも意見が分かれていたんですね。で、当初はもうこれ併合はお荷物だからしたくないというのが大方の意見でした。併合するとこれ大変ですよ。ただでさえね、お金を出し続けてましたけども、併合すると、あ、ほら、あの、どうなるかというと、併合しちゃうとこれ朝鮮がイコール日本になっちゃうんですね。で、併合してしまうと朝鮮人がイコール日本人になってしまうんですよ。そうすると朝鮮と日本本土で格差があるとダメですよね。まあちょっと 1,2 割ぐらいの差だったらまだしも、例えば大卒の初任給が10倍違うとか20倍違うとか、そういうわけにいかないじゃないですか。こっちは電気通ってるけどこっちは電気通ってないとか、そういうわけにいかないですよね。だから併合となると産業とか教育とか、まあ、いろいろなものが日本本土と同等まで、そこまでお金を突っ込んで近代化させていかなきゃいけないということになるわけですね。はい、だから併合となると相当負担が大きいんですよ。だからまあ保護国止まりにしておいて、まあ、保護国だったら、ね、朝鮮の人は日本人じゃないですから、日本国籍じゃないですし、日本の領土じゃないですから、多少賃金格差とかあったって、まあ別にそういうもんだと思いますよ。ただし併合となるとそうはいかない。だから負担が全然違う。で、日本もまだほら明治40年ね、だいぶ近代化できてきたけども、まだまだほら鉄道だって引かなきゃいけないところあるし、道路だってまだ未整備のところあるし、まだまだお金がかかるんですよ。そんな朝鮮組んだりにね、鉄道敷いたりとか発電所作ったりとか、そんな余裕あったら国内に使えという、そういう強い、ね、意見がありましたので、併合よりは保護国のまま独立に導こうという方が、まあ、優勢だったんですよね。はい、ところがですね、それを覆すことが起きてくるわけなんです。はい、初代総監の伊藤博文ですね。この伊藤博文という方は、まあ、できれば併合はしない方がいいという考えで、まあ、よく朝鮮のよき理解者でしたよ。はい、朝鮮との関わりももう長いですし、皇帝とも直接やり合ったりとかもしてますしね、よき理解者だったんですね、伊藤博文は。で、この伊藤博文が明治42年暗殺されます。これはですね、アンジュコンという、まあ、朝鮮人の青年が、暗殺をするんですけど、ハルピン駅ですね、ハルピン駅で暗殺されました。で、これ何が起きたかというと、日本側興ざめしちゃって、伊藤博文を殺しちゃうんだって。いや、この人朝鮮の良き理解者だし、いや、むしろこの併合に反対してて、でこの人殺すって、いや、じゃあちょっともう無理だよねって話になって、だったらもう併合すればというふうに日本の世論が変わります。で、朝鮮も、いや、もうちょっと日本に併合してもらった方がいいんじゃないかということで、併合論が優勢になってくるんですよ。で、日本も併合の機運が高まり、朝鮮でも併合の機運が高まりました。そして、まあ、かなり負担にはなるけれども、ね、報告だけではなくて、この併合まで持ってこうということをしたわけなんで、決まるんですね。そしていよいよ、これ明治43年からですね、明治43年にこの日韓併合条約というのが結ばれることになります。
で日本側は当然閣議決定、まあ国会議会通過して閣議決定されて、ね、明治天皇の承認を得たものです。で韓国側はこれ大韓帝国はこれまだこれほら議会も憲法もないですからね、この皇帝純宗皇帝がいてその臣下の大臣がいるというだけですから絶対王政ですからね。でこの、皇帝の下の大臣たちの閣議でこの日韓併合条約をに締結するということが決定しました。そしてこの純宗皇帝のところで御前会議が開かれ、でこの御前会議には内閣、これ朝鮮のね大韓帝国の内閣総理大臣以下の各大臣全員出席です。あと皇族代表も出席して元、元老の代表ですね、こんなものがずらり、出席してですね、大韓帝国の統治権そのものを大日本帝国に譲渡するという内容のですね、この日韓併合条約、これが署名されました。そしてこの皇帝ね、純宗皇帝が持っている御璽ですね、皇帝のハンコ、これが押されます。で採火されたということですね。でこの時に、この純宗皇帝が国民に対してメッセージを出しています。はい、だいたいこんな内容ですね、大韓帝国皇帝直輸ね、陳は、陳というのはこの皇帝の一人称ですね。陳は即位して今日に至るまであらゆる努力を尽くしてきたが、朝鮮の病は悪化する一方で、その疲弊は極限に至った。もはや挽回の望みはなく、打つ手もない。このままでは、ますます状況は悪化し、事態を収拾することはできない。そこで、この退任を誰かに任せた方が良いという結論に達した。陳はここに朝鮮の統治権を従来信頼申し上げている大日本帝国皇帝陛下に譲渡し、外は東洋の平和を強固にし、内は全朝鮮人の民生を保全しようと決意した。国民は今の国の状況をよく考え、大日本帝国の優れた文明に服して幸福を享受せよ。このことは陳が国民を忘れたからではなく、むしろ国民を救いたいという思いから出たものである。国民は陳の意思を理解して行動せよ。素晴らしい直輸でございます。そうですよね、朝鮮の病は悪化する一方だと、このままだと打つ手もない、財政も破綻してます。はい、もうこれはもう日本ね、日本に統治してもらうのが一番いいと、私も皇帝としていろいろやったけどもう無理、もう無理だとすごい素直な内容ですよね。まあ自分はほらお父さんがね、なんかちょろまかすようなことをやってバレてね、問い詰められて失脚して、結構早い、予想より早い段階で皇帝をさせられることになったわけですよ。ね、皇帝は皇帝なりにいろいろこの国どうしたらいいのかで悩んだと思いますよ。でもどう考えても今も日本に併合してもらうって方が格上ですからね。保護国って格下じゃないですか。でも併合って日本になっちゃうんだから、それ日本の政治にも参加できるんですよ。これ保護国だったら日本の政治参加できませんよね。併合だったら日本国籍も持つんですから、それは日本人として生きていけるわけですからね。それはちょっとだから併合の方が格上ですよ。はい、だからなんか併合によってね、もちろん大韓帝国自体はなくなりますから、やれなんか植民地だどうのこうのって言いますけど、いやいや保護国の方がよほど植民地ですよ。併合って違いますよ、引き上げですからね。だからそういう面で言って、そういう面ではなんか保護国よりももっと過酷でもっと虐げられる状態に、ね、なるのかと思いきやそうじゃないんですよ。ウェルカムウェルカム、日本人になりなさいって話ですから、保護国じゃ日本人になれませんからね。はい、だから要するに外国はよくね植民地植民地って言いますけども、ほらイギリスがインドをね植民地にしましたけど、あれは保護国にしたんですよ。インドの外交はイギリスがやったわけですよ。
じゃあいつ併合しました？インドを。もしイギリスがインドを併合していたら、今イギリスの首相はインド人のはずですよ。だって人口が違うもん。選挙するたびにインド人が首相、イギリスの首相になりますよ。インド国民がみんなね、インド人がみんなイギリス国籍持ったらどうなります？イギリスの政治は全部インド人が動かせるようになりますよ。そうでしょ？だから国籍なんか渡さないですよ、植民地するときに。はい、じゃあフランスはベトナムを植民地にしましたよ。いつベトナム人がフランス国籍取りました？え？香港だってイギリスが植民地にしたでしょ。いつ香港人がイギリス国籍取ったんです？はい、アメリカもフィリピンを植民地にしましたよね。いつフィリピン人がアメリカ国籍を得ました？渡さないですよそんなもの。はい、オランダがインドネシアを植民地にしました。インドネシア人にオランダ国籍渡しましたか？渡さないでしょ。だってオランダなんかほとんど人口いないんですよ。インドネシア人がね、オランダ国籍持ったら、オランダの、首相はいつもインドネシア人でしょうよ。でしょ？なんか併合によって一番なんか虐げて、なんかひどい目に遭わせたかのように言われてますけど、とんでもないですよ。併合するなんてよその国ないでしょうよ。で併合して韓国は日本国になり、そして朝鮮人は全員日本国籍を持ったんですよ。そしてインフラが全然違うから、本土よりも大きなお金をどんどんぶっ込んで、ね、小学校を作り、鉄道を敷いて、発電所を作って、ね、帝国大学も作って、ものすごいお金、ダム、世界最大のダムも作ってですよ、バン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 お金投入して、同じレベルまで引き上げなきゃいけないから。だから併合っていうのは負担が大きいんですよ。だからしばらく併合はちょっと勘弁してって、そんな体力ないよって言って併合勘弁勘弁って言ってたんですけども、まあ伊藤博文が暗殺されたことでもうしょうがないじゃん、もう併合してあげると、結構日本としては大変だけど併合してあげようかっていうことになったんです。でね、順宗皇帝もね、さっき読んだでしょ、いろいろ努力したけどもう無理だってこの状況でもう無理、もう日本になるのが全朝鮮人の幸せだっていうふうに言ってたじゃないですか。で閣議決定して皇帝がハンコついたんですよ。これ日本にとっては苦渋の選択です。これは植民地なんですかって話ですよね。こんな植民地ないですよ。だって植民地っていうのは経済的に得をするから大国が植民地を持つんでしょうよ。誰も負担なんかしませんよ。まあ多少出すけども儲けのうちの一部を還元するだけですよ。最初からどっとどっとお金投入してね、どこの大国がそんなことするんです。外国がね、だから欧米列強が外国に植民地を持つというのはもうすぐ利益を出すためですよ。植民地の人たちの労働の成果は宗主国が吸い上げるんだから、だから奴隷にするようなもんですよ植民地というのは。よくね、日本はね、韓国を植民地にしたって言うけれども、それは植民地という言葉の定義次第でしょうよ。こんなにね、日本が負担して払って払って、これを植民地と言うんですかということですよ。これ逆植民地じゃないんですか日本人がせっせと働いたそのお金を、上納金を朝鮮に持ってってるようなもんで、これ逆植民地ですよ。 いつ朝鮮から富を吸い上げたんです？日本は逆でしょう。日本の富を朝鮮が吸い上げていったんでしょうよ。まあこれを何と呼ぶかは勝手だけども、実態を見てほしいんですよね。いわゆる欧米列強が世界各地に植民地を持った、そういう植民地とは全然中身が違うということです。はい。まあでも日本はなぜそこまでしたかというと、それほど恐れてたんですよ、ロシアと中国を。とにかく朝鮮だけはもう彼らに入ってきてほしくない。ここに入られたら日本は終わりだと思ってる。だから大きな負担してでももういいと。
それで朝鮮の人も幸せになるだろうし、そりゃ大きなお金を落とすんだから朝鮮の人もね、そりゃ豊かになるだろうしね、で日本もこれで 国が保たれるんだったらものすごい大きい負担だけど、まあしゃあない、もう併合してやるかって話なんですね。まあそれほど恐れてたということ。はい、それでですね、結局もう毎年ね、朝鮮の歳入のもうほとんどもうね、3分の2ぐらいは日本政府が毎年持ち続けたんですよ。で昭和、ごめんなさい、明治43年に日韓併合してから昭和19年までの間に14億円以上出してます。あの返済のあった分とか全部差し引いて賞味出てるやつが14億円以上ですよ。だって年間748万しか収入がないところに14億円突っ込んでるんですよ。だから何も取ってないんですよ。渡したものは山ほどありますよ。何も吸い上げてないんですよ。だからね、よく言うんですけども、戦後ね、朝鮮は日本に搾取されたって言うでしょ。逆だっつーの。日本が朝鮮に搾取されたんです。お金は行くことはあっても帰ってくることはなかったんですから。14億円出ちゃったんですから。搾取された、搾取されたって言うけど、いやいや、14億円受け取ってる当時の金ですよ。明治大正戦前の貨幣価値で14億円ですからね。今で言ったら何兆円のレベルですよ。何兆円じゃ効かないかもしれないよ。搾取された、搾取された、じゃあいくら持っていかれたんですか。朝鮮人の労働の成果いくら召し上げられたんですか。逆です。これ日本人の労働の成果ですからね。日本人が働いて税金を納めて、それが来てるわけですよ、朝鮮半島に。これ逆植民地ですよ。日本人のお金を投入しただけの話です。それをよく植民地って言えるよね。はい。でしかもそれだけじゃないんです。この人たち王族のまま残ったんですよ。で日本には天皇がいて皇族がいますけども、新しい身分作ったの、朝鮮王と朝鮮皇族って作ったんですよ。王と皇族合わせて王皇族。だから日本の天皇、日本の皇族と日本人の間に朝鮮皇族ぶっ込んだんですよ。そして王の地位を保障して、でしかも留学、日本に留学してた、李銀というね皇太子いますけど、李銀なんて奥さん誰だか知ってます？日本の皇族ですよ。梨本の宮の雅子女王ですね。梨本の宮の雅子女王が朝鮮皇太子と結婚してるわけですよ。そして、歳費も全部渡してるんですよ。まあとにかく、だってハングル教えたんだって日本人ですからね。もともとハングルはあったけども、ほとんど使われてなくなってたんですから、それを俺こんないいものあるじゃないって言って、日本、この日韓併合の後、日本人の主導のもと学校でハングルを教えるようになったんですよ。ハングルを教えてるのは日本人ですよ。失われてたんだから。で明治43年の段階で、朝鮮半島全体で小学校は10カ所くらいしかなかったんですね。ところがこれ昭和19年までに何千と小学校を作ってるんですから、これ全部日本の金ですからね。で道引いて、水道通して、ね、下水も通して、電車引いてよ、ダム作って、建物建てて、もうバンバンお金突っ込んだんだから。要はこんな植民地だったら日本もそういう植民地になりたいわね、本当に。これが実態なんです、ね、韓国は日本の植民地だったって一言で言うのはこれ簡単だけど、中身はこうなんですよ。はい。でそうこうしているうちに、中国大陸では
秦が滅亡することになるんですね。ここ秦という国がありますけども、秦が滅亡するのが明治でいうと44年ですから、もうこの日韓併合の翌年ですね。辛亥革命が起きて秦は滅亡します。そして、中華民国ができるということですね。で、秦はほら日清戦争で日本戦ってね、もう朝鮮にタッチしないって言わせましたけども、今度中華民国は中華民国でまた将来来るかもしれませんしね。やっぱりこのね、でしかもロシアなんてすぐまたほら革命が起きてソ連になっちゃいましたから、やっぱり朝鮮はしっかりとねしておかないと、これいよいよ日清日露の後はちょっと良かったけども、しばらく経ったらまたねソ連なんかも最悪ですからね。世界征服を公言してんですから。でこっちのね、中華民国でどうなるか分かりませんから、やっぱりこう朝鮮しっかりとね、もうソ連ロシア、中国の関与できないようにしておかないと日本が危ないわけですね。はい、いや、よかった日清日露勝ってね、こう確保してよかったねと。で日本になりましたからね、ここね、いや本当によかったねと、ソ連ができた時にですね、そうね思わざるを得ないということですよね。はい、というわけで今日はここまでです。ありがとうございます。はい、チャンネル登録お願いいたします。もうすぐ50万ですからね、お願いしますよ。